タイガーを叶え相手を無理やり足を落としていくっていうのが、はい、だから戦でやらせていただいて、体でビシビシいろいろ感じれたので、試合の動きですね、動きっていうのをプロレスの中でリングの上で今日習ったことをやりたいなと思います。やっぱ大きいですよねあと、まあ、関節技なんてあれですね、ポイントを覚えちゃえば、要は何だろう、腕とか足だけの力で取るんじゃなくて、今度腕を背筋とか全身の力を使って取るんで、多分、例えば腕十字でも腕だけで取ってるんじゃなくて、もう背筋とか足の力とか全部使ってるんで、このここだけのパーツの力じゃなくて全身の力を使うように取る心がければ、もう多分全然いくら体重下がっても取れると思うんですよ。人間の絵でいうか急所あるじゃないですか。急所のポイントをつけば痛いんで、そのポイント基本はもう痛いところ、この鼻の下とかなんで、ここら辺って結構押してもちょっと我慢できる、ここら辺我慢できないポイントがあるんで、
そのポイントでやった方がいいんじゃないですか。こういう感じと寝技も確かに腕太い人は腕太かったりすると思う、はい、多分回ら手が回らないと思うんで、はい、こういう決め方は理屈に合ってるんだと思いますよ。解説して大丈夫。これは公開して言わない方がいいんじゃないですか。さっきの本当にあのポイントは腕ことじゃないですかね。もう逃げれないあの変形の地球フェーズロックっていうのを今日あの教えていただいたのと、あと今までやっぱり力づくっていうところがあったんですけど、そこポイントを抑えるっていうのを今日教えていただいた。あまり知らない昔の K-1 とかしか見ないもん。完全にじゃあでもちょっとだけあの、はい、今日会うってことであのちょっと軽く練習するっていうので少しだけ短い動画ですけど見ました。あ、印象っていうのは杉浦隆って言うからあ、隆ですよね。これ間違えちゃったアホみたいな。杉浦さんの進行があるという。杉浦さんとあの普通に練習したりとかしてましたし、白いパンツだけはやめろ。来ました。まあ、全然なんかあのオファーがあっていろいろ今クインテルとかもやつやってて、はい、それでつあのなんだろう時間が合えばやりたいですし、はい、もうちょっとだけもうちょっとだけもうちょっともうちょっとだけあの現役23歳なんです。え嘘これからのキャリアに何かこうしていくとこう長く戦えるよみたいなアドバイスみたいな何、はい、かありますか。あやっぱり体ケアじゃないですかね。今最近なんか一緒に練習してってもなんだろう、練習終わったらそのままもうシャワー浴びるんですよみんな。いやだってちゃんとストレッチとかやって終わった後のケアをちゃんとすればずっとこう続くと思うんですけど、IQレスラーっていうイメージがすごいあって、もう普通の人が考えられないようなもういろんなアイデアを持ってるんだなって今少しやっただけでもやっぱさもうそれだけ経験も本当に あるので、その中からこうあのアドバイスが受けるなんてことは多分普通の人じゃないことなので、そのアドバイスはもうすごい大事にしてきたい。これクインテッド出てください。クインテッド、はい、ノアチーム。体重がダメか。3人ぐらいでオーバーしてる。体重制限。体重制限なんですよ。5人で430キロ。ああ。ヘビキはちょっと。ちょっとヘビキ入っちゃうとこの他の人がもっと軽くしないと。はい、ありがとうございます。行きます。お願いします。すいません。お願いします。